ューブのコントローラーを丁寧にメンテしていく。アンマン今日も食欲旺盛。今日のアンマちゃんでございます。アンマちゃんがもりもり食べてます。美味しそうですね。毎日同じご飯で飽きないですか？ねえ、アマちゃん。アマちゃんね、そういえば、低血糖のね、薬を、まあ、一日一回飲むんですけど、ちょっと、血糖値が低すぎちゃって。で、それ飲んでからね、毛が余計にふさふさしてきた。まあ、まあちゃん年だからなって言われちゃったもんね。それでは本編スタートです。どうもプニです。お元気ですか皆さん。今日はですね、こちらですね、以前駿河屋の福袋センターのゲームハードジャンク箱かな。そんな名前だったっけ。そっから出てきた、バッチーコントローラー。これをね、ちょっとメンテナンスしていこうかなと思ってます。このスティックね、調子悪かったら、これも交換しようかなと思ってます。さあ、それでは、今日はね、これをバラバラにして、綺麗にしていくという回です。で、まずはね、分解していくんですけれども、ちょっとね、これ分解が大変かも。それはね、後々わかると思いますんで。まずは、Y 字のドライバーですね。よいしょ。今、2.3 ってやつ使ってます。やっぱりここダメだ。あのね、錆びててグズグズなんだよね、もうね。だから、ちょっと開けられないかな。まあ、ネジもね、最後、ちょっと掃除しなきゃダメだな。あー、こっちもダメだな。もうボロボロですね。よいしょ。やっぱり汗でね、あのネジがだいぶ錆びついちゃってるんだろうね。まあ、ネジはね、全部で6本なんですけど、2本も錆びてグズグズですね。よいしょ。まあ、なんでね、これをきれいにするかっていう話なんですけど、なんて言うんですかね。まあ、汚いまま、うちに置いててもしょうがないなぁと思って。まあ、たまにはね、キューブのコントローラーもね、やってみようかなと思ってます。ダメだな。ダメだな、回んないね。もう、引っかかりがない。そういう時はね、こちらでございます。アネックスのね、舐めたネジを取るっていう工具です。これ片一方がドリルになってて、片一方が逆ネジになってるんですよね。なので、まずドリルで穴を開けて、で、逆ネジで取っていくっていう商品です。これ今穴掘ってます。見えないね。よいしょ。もう完全に舐めちゃっていいんで、穴を掘っていきます。いやー、ダメだな。もうグズグズだな。
どのくらいかっていうと、ドラえもんのグッズが欲しかったのに、アンパンマン買ってこられたような、もうそんな感じです。もうグズグズです。もう泣き叫ぶわ、みたいな。そんな感じです。いやー、わかったかな。厳しいでしょ、それは。今ね、取れるか、頑張ってます。よし、穴開けました。だいぶ。ちょっとね、水でドリルをね、洗いながらやらないとね、ドリルが詰まっちゃうぐらいもうダメです。よし、いいかな。じゃあこれ、逆ネジなんで、取れる方向に回せば、ぐっとね、ネジが噛んで回ってきます。まあダメだ、こっち。こっち側どうかな。あ、こっちがいける。うい、取れた。さてさて。こっちですね。いや、全然無理かも。食わないもんな。ダメだな。根詰まっちゃう。もっと掘らなきゃダメだな。ちょっとね、潤滑油入れてネジが取りやすくしときます。よし、これでもうちょっと削ればいいかな。で、今削り終わったんで、ネジ取ってます。食いつけ、あ、食いついた。取れました。よし、無事にネジが取れました。このネジはまたね、なんか探してくるか。よし、あ、結構汚いな。全部水洗いです。ダメですね、汚い。これも水洗い。で、スティックか。あ、割れてないの。あ、スティック大丈夫だわ。よし、スティックも清掃だけで大丈夫そうです。よし、モーター錆びてるな。これはネジで取るのか。プラスかな。プラスの1番使ってます。よいしょ。そういえばこれ分解したことあったかな。なかった気がすんな。よし、な感じで洗えるものはね、もう洗っちゃいましょう。こっちもネジ2本取っていきます。まあ意外とパーツ数は少ないんで大丈夫かな。よいしょ。さあ、それではね、洗っていきましょう。アビリティクリーンで
洗っていきます。アビリティクリーンはね、天然由来の洗剤でございます。で、溶け込んだやつ、水にね、それでもね、十分効果が、すごい薄まってもね、効果が出るんで、まあこうやって、水に溜めながら、水を溜めながら、洗うといいと思います。無駄がないので。よいしょ。アビリティクリーンはね、私の動画すべてに、概要欄にリンク貼ってあるんでね、ぜひ買ってみてください。一回使えばわかります。そんなに高くないし。私はね、ボトルで買ってます。ボトル？違うか、なんだっけ、タンク。そう、タンクで買ってます。よいしょ。なんかね、ここ手垢がすごかった。よいしょ。まあ、こうやってね、水洗いできるものは、水洗いしちゃった方が、私はいいと思います。まあ、この辺もね、賛否あるんでしょうけどね。私は水洗い派です。よいしょ。今使ってるのは、あれです。ペンキ塗るためのハケですね。ペンキとかニスとか。ちょっとね、柔らかめのやつです。よいしょ。ま、これもね、なんて言うんだっけ。ワットマンじゃ、ワットマン、ワークマン。ワークマンみたいな、ああいう、なんて言うんですかね。ところに行くと安く売ってます。職人さんが行く店ね。なので、いつもね、そういうところで筆とかはね、買ってます。100均とかのやつは、すごい毛が抜けるんで、やっぱりある程度職人さんが使ってるプロのやつの方がいいと思います。まあ、100円、200円高いぐらいかな。なので、そっちの方がおすすめかな。今洗ってるところは、こういう歯ブラシとかね、そういうのを使うといいと思います。もう抹茶色だもんね。で、なんか、手垢も浮いてるし。まあ、こうやってね、綺麗にしてるときが、一番なんか、心が落ち着きますよね。無心で。で、ちょっとここもね、汚れがひどかったんで、濡らした歯ブラシでね、ちょっと、掃除しました。よし。水がね、中に入らないように。まあ、気をつけて洗ってるんですけど、別にちょっとね、水が入っても大丈夫です。今からやることをすれば。よいしょ。すげえ埃だな。で、そしたら、ここにね、IPA かけます。よいしょ。ここね、取って、掃除しようかなと思ったんですけど、抵抗菌とかね。ちょっとね、劣化しすぎてて、壊れそうなんで、諦めました。このまま、掃除します。で、IPA かけると、水に溶け込むんで、水がついたとしても、すぐ乾燥します。ジャブジャブ使ってね、洗い流します。まあ、抵抗器ね、マイナスドライバーで、パコって取れるから、
やってもいいと思います。やれる人は。だけど、ちょっと、これね、割れそうなんでやめました。これだけでもだいぶ綺麗になるんで、大丈夫です。よいしょ。もしね、水に入っちゃったなとか、水没したなって言ったら、まずね、水で、まあ、コーラとかこぼしちゃってもそうなんだけど、水で洗って、こうやって IPA かけて、で、ちょっと熱を加えれば、乾燥します。これ今、120度かな？うん。なんで、普通のドライヤーで大丈夫です。もう一気に、アルコールなんで乾いちゃうんで。あ、一応、アルコールなんでね、火気厳禁なんで、気をつけてくださいよ。火事になりかねないんでね。よし。まあ、こうやってね、水抜きします。水がね、ついたままだと錆びちゃうし、腐食していくんで。なので、アルコールで、こうやって水抜きします。ほら、よく、アルコールタオルとかあるでしょ？まあ、あれで手拭いてもすぐ乾くでしょ？まあ、水とアルコールが混ざってるから、水だけよりも乾きやすいってことね。うん。まあ、それと一緒です。よいしょ。まあ、アルコールタオルはね、ある程度アルコールが手についていないと消毒できないから、まあ、水が 70% ぐらいかな、入ってたりするんじゃないかな。うん。よし。で、今入れたのはキッチンハイターですね。これにちょっとつけます。消毒も兼ねて。よいしょ。キッチンハイターはね、ちょっと、なんて言うんだろう。曇った感じのやつが、少し明るくなります。透明のやつだけは、紫外線で漂白できるね。衣類系のやつの方が、良かったかもしれないですけど。まあでも、だいぶ綺麗になったかなって気がします。よいしょ。今これはね、あれです。エアブローしてます。このね、電動のエアブローね、結構いいよ。結構強力だし。よいしょ。エアブローしてね。ある程度水分飛ばして、それから乾かします。よいしょ。こういうね、ネジ穴とか、ネジ穴じゃないか、スティック穴か、とかにね、入った水とか、これでかき出せるんで、非常に便利。普通のエアダスターでもいいんですけど、やっぱり高いんだよね。なので、いいのないかなと思ってたら、やっぱり、まあよくある中華製の、これ意外と強くてよかったんですよね。本当に水が中から出てくる。ぐしゃっと。まあ、こんな感じでね、いつもね、メンテしてます。よいしょ。まあ、汚いまま置いとくと、なんか、ちょっとやっぱり運気下がりそうじゃないですか。なので、やっぱりちょっと綺麗にしときたいなっていうのが
あって、うん、手垢とかもついてるしね。今120度ぐらいの熱風かけてます。もうほとんど水飛んでるんで、もう全然大丈夫ですね。よし、うん。これでも部品点数少ないね。スティック部分は後々買うかな。そんな高くないし。まあ、キューブでね、遊ぶときの、なんていうんですかね、友達来たときに、使う程度で、使うと思うんで、あまり、綺麗にしなくてもいいかなーっていう感じはするんですけど。あ、今ね、シリコンスプレーです。これかけとくと、汚れがつきにくくなるし、劣化もね、ある程度防止してくれるんでいいと思います。よし、そしたら組み上げて終わりでございます。今日動画長いね。さあ、それではあと組み上げるだけなんですけど、入れていくだけです。入るところにしか入らないようになってるんで、どんどん入れていけば大丈夫です。よいしょ。これは後の方がいいか。ちょっと待ってね。シリコンスプレーが、ちょっと溜まってた。まあ、これ気にしなくても、入らなきゃ入らないんで、言ってる意味がわかんない。で、あとこれね、特殊な形してるゴムだから、これは代替品ないね。よいしょ。ここね、ちっちゃいんで、注意してください。で、あとこの組み立て方ですけど、まあ、こんな感じですね。よいしょ。パチンパチンと止めればいいだけです。よいしょ。ちょっと待ってね、これどうやって入れなきゃ。こうやって、ああこういう感じか。L っていうのが上向いてますね。じゃあもう一個やってみましょう。まずバネ入れて、ここね、バネ入れて、これね。で、これを、この向きで、パチンと、止めると。で、あとは、つまんでおいて、ここに差し込むと。これ逆ですね。この、角が2本、あると思うんですけど、それが上ですね。よいしょ。こうです。よいしょ。オッケーオッケー。オッケーですね。よし。そしたら、次はこの黒いの。これは、ここかな？これもね、左右違いますんで、注意してください。まあ、これもはまる方にしかはまんないです。今、ネジにシリコンスプレーかけました。ちょっと掃除しながらね、組み上げていきます。
です。こんな感じですね。あのグレーの穴が開いてるところあるでしょ、四角く。あそこにあの基板のね、抵抗をね、こうスライドさせるところにね、はめ込むんですよ。そこだけね、注意してほしいんですよね。ちょっとね、私あまり、なんていうんですかね、気にせずつけちゃってるんで、そこの説明忘れてるんですよね。ちょっと後々出てくるんで。よいしょ。こんな感じですね。まあでも組み立ては簡単ですよね。まあ、今回多分初めてなんだよな、キューブの。まあやってて忘れてるだけかもしんないけど。よいしょ。大丈夫かな。さあ、そしたら、あ、これね、つけていきます。よいしょ。こっちがグレーで、こっちが黄色でしたよね。よいしょ。なかなか入んない。はい、ん？入らないな。あ、入った入った。もうちょっとグッと入る。よいしょ。あ、入った入った。はい、できました。そしたら十字ボタンのね、この接点をつけて、よいしょ。ちょっとね、端子の部分も掃除しながら、こんな感じです。そしたらこれをかぶせます。わかるかな、スライドの抵抗があるんですけど、あれ一番上にしといてください。今、親指のあたりにある、あれ。一番上にして、組み上げないと、スティックが、スカスカになっちゃうっていうか、意味をなさないんで。スティック？違う、LR ボタンね。で、ここ、ボタン忘れないように、つけてください。これね、スライドする抵抗のやつは一番上のケーブルの方にしといて、これをパコってはめると、あの LR のさっきのグレーの四角のところに、あの抵抗の、なんていうんですかね、ポッチがちゃんと入るようになります。これはね、透明だから組みやすいけど、透明じゃないと見えないんで、そこだけ注意してください。で、今回ネジがないんでね、ネジは4本だけ締めます。まあ大丈夫だと思うのと、まあ後で違うネジ入れときます。インチネジかな、インチネジなんか探して、つけときます。よいしょ。全然がっちりはまるんで大丈夫だと思います。よし。で、なんか無心にコントローラーをこうやって清掃するっていうのもありっちゃありなんですけどね。再生数全然伸びないけどね。
でもまあ皆さんもやってみてください。こういうふうに簡単な作業なんで、大丈夫そうですね。だと動作確認はここに動画にしてないですけど、ちゃんと動きましたんで大丈夫かと思います。ネジね、2本つけてないですけど、スティックも大丈夫ですね。さてさて、今日はね、このハケ大活躍と、このアネックスのなめたネジを取るセット、これね、あると便利ですよ。あのスイッチのジョイコンのネジも舐めちゃった時にこれで取れるんで、結構ちっちゃいネジまでね、取れるんですよ、これ。なので、まあこういうものをね、うまく使ってメンテナンスできるといいと思います。まあネジは潰れちゃうんで、まあ違うものに付け替えるかしないとね、いけないけど。よいしょ。まあでも、分解できるだけで、予備部品とかにもなるからね。まあ分解できないのが一番、意味もなさないっすよね。予備部品にもならないし。分解の練習もできないし。まあ、というわけで、一応ね、全面的に消毒をして、使えるようにしました。結構汚れてたよ。まあ、というわけで、キューブのコントローラーはね、ちょっと多分ね、私も初めて分解してると思うんですけど、意外と簡単なので、ぜひね、メンテナンスしてみてください。あと基板のね、十字ボタンの端子なんかも、今回掃除してますんで、ちゃんとね。まあ、そこのところ動画に載せなかったけど、まあ、やることはやってます。というわけで、分解の仕方と、まあ、組み立ての注意点でございました。ぜひね、皆さんもメンテナンスして大事に、使ってあげてください。それでは。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。まあ、たまにはね、手垢、洗ってあげてください。それでは、皆さんまた会いましょう。またね。